残念、なめかじ組、なめかじ先生。RV パークがオープンということで、旅する勝間だけ、旅する吉川だけ、計5台の施設になってます。トヨタカンパニーファミリーで、はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつどのタイミングで見ても安心安全ななめかじチャンネルになっております。今日はですね、東亜モーターさんからオープニング撮ってますが、東亜モーターさんで車の紹介ではなく、今日はね、9月2日ということで、あのビーアゲンビレッジの RV パークがオープンということで向かっていきたいなと思っております。で、たまたま9月の3日4日でトレーラーのね、 YouTuber さんの小屋田カンパニーさんのね、オフ会にお誘いを受けてたので行く予定だったんですが、 RV パークがオープンということで、施設紹介とRV パークの施設紹介とオフ会のね、様子を紹介できたらなと。ただね、なんで東亜モーターさんに来たかというと、この間ね、ここのステップがぶっ壊れてね、先週来たばっかりなんですが、今度マルチコントロールがね、エラーコードが出てしまって、いつも安定なユサさんが直してくれております。じゃあね、直し終わったらビアゲンビレッジの方にね、向かっていきたいと思います。で、天気がね、今日明日悪いんで、日曜日まで滞在する予定でおりますので、天気がいい日にね、施設紹介はしていきたいと思います。もう2歳くらい長いんだけど、もうこのアルミパイプ、こういうバーあります。じゃあ子供さん、乾杯いいですか。じゃあ後ろさん、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。で、この有名 YouTuber 有名じゃないですか、はい、がいると、なめかじチャンネルと旅する勝又家の中では有名になりつつあるかもしれないですけど、よろしくお願いします。10回目くらいだね、この家でRV パークがオープンしましたので、あ、そうそうそう、皆様ね、初見の人もいるかもしれないからね、はい、何雑言い方雑だ、はい、疲れちゃった、吉川さん、はい、もうそういう RV パークでーす、はい、RV パークございますので、ぜひぜひ遊びに来てください、よろしくお願いいたします、はい、旅する勝間だけ、旅する吉川だけ、で、施設紹介ね、この後していきたいと思います、はい、次の日か、次の次の日おはようございます。天気いいんでね、施設紹介やっていきたいと思います。まあ、ビアゲンビレッジではね、よくキャンプをやってる動画がありますので、だいぶ皆さんもね、キャンプ場の方、あっちのね、芝生の方、分かってるんじゃないかなと思います。で、入り口がこの通りなんですけど、こういう看板もできて、バーやってる時はバーがオープンとかも書いております。カーナビからだと結構あっちの住宅街の方から、案内されるんですが、特に出るときはあちらは結構きついんです。で、あっちに学校あります、すぐそこに。そっち側の通りから入ってきたり出たりするといいのかなと思います。で、RV パークの方ね、僕も今あっちに止めてるんですけど、2箇所あって、ここを通り過ぎていくと、まあ、反対側から来ると1本手前、あっち側から来ると1本奥を左に曲がると、すぐ左手に砂利の駐車場があるので、そこが RV パークになっております。こういう形ですね、はい、ここは3台止めれます。1台、2台、3台で、電源はこっちに一点集中型なんで、
延長コードはね貸していただけるということなので、電源がありますという感じですね。よいしょ、おはようございます。これが電源でございます。開けるこういう感じ、20アンペアで、入ります。で、あっちから入ってきて、ここ階段あるんで、そこを降りていくと敷地内に入れます。だからここに止めて受付でもいいし、もうこの敷地内に入ってきて受付でも、どちらでもいいと思います。で、うちはね、ここにこう今止めてます。ここは2台止めれるんで、計5台の施設になってますね。で、どうしてもこういう形で下がってるので、そこに排水溝があるので、まあ、レベルあった方がこっちのサイトはいいかなと。で、砂利の方は水平取れます。はい。で、受付、まあ日中日に来るとここもシャッター開いて、そこも開いてるので、入っていくと受付になっていると。まあそこですね、バーがあります。ここから受付ができますよ。で、ここの横のシンクとかトイレ、お風呂はキャンプ場の施設になってます。一組貸し切りのこちらの芝生ゾーンを借りてる方が、こちら側のトイレとかを使えると。シンクで、お風呂とても広いです。湯船があって、そこは1時間2000円で RV パークの方も使ってもいいよっていうことで、でシャワーだけでいいっていう方は、RV パークの専用施設で無料で使えますよと。ここの RV パークは、この RV パーク施設料、宿泊、電源すべて込みで5000円になっておりますので、お湯に浸かりたいとかっていう方はプラス2000円かかると。で、ここの建物が RV パーク専用施設、こっちからも近いし、ここからも近いと。で、階段登ってすぐにシンクがあります。で、お湯も出ますよと。で、これがシャワーの電源になります。1番が手前側、2番が確か奥側だったかな。で、電源を入れると、まあ、給油温度を自分で設定したりできます。まあ、今電源オフにしますけど、シャワー入る前は電源を入れて、まあシャワールーム、確かここが1番で、隣が2番、まあ同じタイプなんで、どちら入ってもいいと思います。で、ここでお着替えができます。で、広さ的には結構広いです。お子さんと一緒に全然入れるかなと。3人はちょっと無理かもしれないけど、まあ、ちっちゃい子供だと2人いけるのかな。オンにしてからライトで換気扇も回るで口に出る感じですね。はい、シャワーがこんな感じになっております。とても綺麗。一番奥の扉ですね、ここを入ると、トイレになっております。で、手前側が男性の小便用のトイレ、奥が近畿もしくはになっております。とても綺麗なトイレで、ここはアドベンチャー専用施設になっております。細かいね、
じゃあテントサウナがやりたいとか、その都度ねスタッフの方に聞いてくれるといいかなと思います。こちらがビアゲンビレッジアルビパーク、本日オープンの施設になっておりました。分かりやすかったでしょうか。この後はね、小屋田カンパニーさんとグループキャンプということでお誘い受けております。はい、ピョンピョンピョンね、こういうね、今日は天気いいけどね、天気悪い時もこういう施設があるっていうのは助かるね、子供たちね。本日はね、YouTuber の小屋田カンパニーさんのオフ会ということで誘われて、来ております。でも早速横に小屋田カンパニーファミリーでございます、はい、よろしくお願いします。本日です、はい、いつも見てますもん最近奥様を全面的に推してる動画になっております。釘付けでございます。毎週毎週ぜひで皆さんも見ていただけたらなと。でオフ会の模様はね動画でアップされるということなので、はい、ぜひね皆さん見ていただけたらなと。ゆきちゃん4歳5歳4歳6歳6歳、もうお姉ちゃんだね、ありがとう。はい、本日の意気込みよろしくお願いします。はい、意気込みというかむしろなめかじさんのオフ会みたいなもんですので。いや僕のオフ会ではないでしょうよなんか1000人おめでとうございます。 ありがとうございます、はい、1000人もうね、はい、皆さんでお祝いしながらということで長かったねいやいや早いですよ、でも早いんですか。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、RV パークビアゲンビレッジ、いかがでしたでしょうか、はい、とても高企画な施設になっておりましたね、ホウスケさん。なんで文がいないで勝手にやっちゃうんですか。ちゃちゃっとちゃちゃっとじゃあ、ちゃんとやりたかったです、僕一緒に。で、この後ね、はい、先ほども紹介した小屋田カンパニーさんのオフ会が盛大に開かれようとしております、うん、で、その模様はですね、はい、なんかいろんな方が動画撮るみたいなんで僕はいいかなっていう、楽しんじゃおうかなっていう、久々にもう回さない方が実際はね楽しめるんですよね。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。もう旅のね拠点とか、うん、遊びにここね目的に、ね、遊びに来たりとかもぜひビアゲンビレッジ遊びに来てください。いいんじゃないかなと、よろしくお願いします。はい、2週に1回はね僕いますんで、ね、結構スタッフになるじゃないかぐらいのいたらねお声掛けの方もよろしくお願いします。それではね次の動画で会いましょう。じゃあねー、ありがとうございます。西川さん、ありがとうございました。はーい。